万ユンって男女両方から好かれてるから最強の YouTuber だよな。キャラメルコップポー。俺の名前はトール。毎日 YouTube を8時間ぐらいは視聴しているただの暇人さ。彼女もいないし暇だから YouTube でも見ようかなという思考回路になっているのがまずいとうすうす気づいているけど、なぜか見ちゃうんだよな。ちなみに今俺が最もハマっているチャンネルは登録者数200万人を超える人気男女 YouTuber バンユンだ。兄弟のような、友達のような、カップルのような不思議な関係性の美男美女コンビさ。もちろんみんなは知ってるよね。モニタリング企画や歌ってみた動画、匂わせカップル動画などで若者から絶大なる人気を集めている。2019年からは大手芸能事務所太田プロに所属。 YouTube だけでなくテレビ番組やファッションショーなどにも多く出演するなど幅広く活躍しているんだ。そして収入は想像を絶する額。若くして金銭的にも大成功しているようだ。月に高級会社が 2,3 台買えるくらいとゆうちゃんが言っているぐらいだから、そうなのだろう。マジかよ。てか俺今何してんだ。しかしそんな2人にもそれぞれ過去がある。人気 YouTuber になるまでにどんな人生を送ってきたのだろうか。今から2人の軌跡を説明していくね。バンビは2014年からビジュアル系バンドのボーカルバンビとして活動していた。ギターのナルミとルミナ、ベースのユウキ、そしてバンビの4人からなるログというバンドだ。しかし2016年ログは方向性の違いにより解散。ちなみにその後メンバーがバンビの動画に出演することもあるから仲が悪くなったと彼はないみたいだよ。その後バンビは YouTuber に転身。当初はマー君という相方とコンビでやっていたものの、現在はそれも解散してそれぞれ個人で活動している。バンビにとって YouTube は次に組む予定だったバンド活動の開始までトーク力と美意識を鈍らせないためのつなぎだったという。しかし次第にバンドへの熱よりも YouTube の面白さが勝ってしまったんだ。気づけば YouTuber が本業になっていた感じです。一方ユンは中学生の時にテレビでマルチに活躍するトリンドル・レイナを見て、なんで可愛い人なんだろう、私もこんな人になりたい、そう憧れ芸能界に入るのを夢見るようになった。2011年にはなんとアイドルグループ SKE の5期生に仮合格。しかし残念ながら正式加入には至らなかった。それでも夢を諦めなかったユンは2015年からアイドルグループ BSJ のメンバーとなり、念願のアイドル活動をスタート。天職だと思うほど毎日楽しかった。しかしそんな中、人材派遣会社を経営していた父親が突然倒れ植物状態に。そして父親はユンと一言も会話できないまま亡くなってしまったんだ。外国人である母親は日本語の読み書きが難しいため、ユンがアイドルを引退して会社を継ぐことに。しかしそこについてきたのはまさかの借金800万円。20歳そこそこの女の子にとってそれは途方もない額だった。ユンはどん底生活を強いられることに。その後会社経営をしながら2016年にファッションショー渋原コレクションのミスコンに出場しグランプリを獲得。それがきっかけでクリエイター事務所バズにスカウトされて YouTuber になったんだ。そんなユンとバンビの出会いは YouTuber が集まった飲み会だった。たまたま席が隣で仲良くなったという。当時お金がなくてバイトを掛け持ちしていたユンはまだ編集の仕方もよく分かっていない状態だった。そんなユンに1年先輩のバンビがいろいろアドバイスをし、こんな言葉を投げかけた。ユンちゃんはダイヤの原石だと思う。キャラも立ってるしビジュアルもいいし声も特徴的だし伸びない要素がないと思ったんですよね。あとは努力だけ。バンビからそう指摘されたユンはバイトを辞めて毎日投稿を開始すると、すぐに登録者が10万ほども増える結果に。その後バンビは個人のチャンネルで魔女の宅急便の二神杯や隣のトトロのお弁当などを再現したジブリ飯動画でブレイク。ユンも美容系 YouTuber としてメイクやすっぴん、ダイエット動画などでブレイクした。800万円の借金も無事に完済。そして2018年ユンとバンビはそれぞれ目標にしていた登録者数をクリアし、満を持して期間限定コラボを実現。2人のコラボ動画は大反響。なんとそれぞれの普段の再生回数の約10倍である100万再生を達成したんだ。2人でやることによって生まれる面白さがあるんだなと気づきました。その後2人は正式にバンユンとしてコンビを結成。男女どちらからも共感を得られるのが僕たちのいいところじゃないかと思います。あっという間にトップ YouTuber の仲間入りを果たした2人はマルチタレントになりたい、バンユンで武道館に立ちたい。そんな夢を抱きながら今日も僕ら視聴者たちを楽しませるため動画制作に励んでいるんだ。いやー、自分で説明していてますますバイオンが好きになったよ。俺もカップルチャンネル作って YouTuber をやるのもいいな。よし、決めた。カップルチャンネル作るわ。とその前にまた YouTube 見ないとね。みんな見てくれてありがとう。動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくね。ベル通知ボタンも押しておくと動画がアップされた時すぐにわかるから押しといてね。次の動画もお楽しみに。